りあえず歩こう。そうだから、そういうことだわ。そのチャレンジしなくなるのって、それがその合理的じゃないからで、うん。いやマジで。いやこれ撮りたくないな。どうしよう。まあ行くかも。ダメだ。撮ったらダメだ。撮ったらね。ここはちょっと撮らない。撮るとこ。ここでね、撮ったらね、ダメ、これもダメ。まあ、いっかも。いやとりあえず静観しよう。様子見で2箇所、これがずっと鳴り続けてるってことはみんな撮ってないってことだから、もうそれでおおよその、まあ配達員がどんな感じなのか分かる。あ、でも池袋の方はあれだわ、撮ったわ、あれか。マジでどうしよう、これどこ、東長崎、うわあ、そっか。てか普通に考えて常盤台の方行けやに、普通にここ、まあこれが
鳴らないとこに行ってんの。これもう何回か拒否したやつ、鳴らない仕様にしてほしいんだけど、来ないよこれ、すごいな。マジでこっちってかもう道に迷ってしまう。来んない来んない。鳴り止んだ。よかったよかった。もうさすがにそれはね、それは取らんですよ。だってでそこ連チャンで。レンチャンで尺八、ちょっともう分かんない、こっちから行くか。レンチャンで鳴ってんのに誰も行く人いないって、そこもだってブーストをつけて叱るべきはずなのにそれやってない話だから、そこに少しのブーストをつけてね、設定してまた募集かければいいでしょ。それやってないってことだから、相当足元見られてるんで、そんなの取んなきゃいいですよ。オッケー。とりあえずどうしよう、やっぱり下前館行くか。下前館っていうか銀館ちょっとね、とりあえず板橋区と、北区。北区で、北区の方が、なんか、左区か。北区の方が、なんか浸透してる感あったんですよね。で、板橋区は、なんか、さっきなったんですよ、大山が。そう。すごいわ。これマジこのマジメニューの鬼なり、なんとかしてくんなよ。
ちいち、何か、これいちいちさ、その、あのキャンセルしなきゃいけないから危ないでしょ、これだって。どう考えても。とりあえず、マジで本当ね、マジしつこい。どのぐらいしつこいかって、どのぐらいしつこいかって、とにかく、なるほどね。これ、ブースト、あれだ、ブーストなくなって、もう一回、再設定する感じだ、これ。みんな取らないから。みんな取らないから、これもう一回設定し直してるんだ。まあ、おととい、昨日あったこれ。ブースト、なんか練馬行った瞬、ブーストなってる練馬行った瞬間に、なんかブースト消えて、ブーストエリア行った瞬間に、ブースト消しやがったと思ったら、なんか単価 がちょっと上がったんですよ。今それの改装中で、多分金目町とか東長崎とかこの辺のエリアも、池袋とかのエリアもブーストつくんじゃないですかね、これ。でみんな行ってないもん、そりゃだって平等じゃないでしょ、だってどう考えても。今ちょっとなくなったんですけど、当初そのなんかそのブーストのそのギザギザのギリギリその、ブーストがかかってるかかってないか分かりづらい仕様にしてたんですよね、あえて。でなぜなら、ブーストがギリギリ入ってないエリアって分かったらみんな取らないから、あえてそういう仕様にしてたんですよ、メニューって。その何だっけ、その、そう、それで、まあ、それ、最近やったら、直ってたんですけど、で、その、その、ブーストが、その、のやつが、ここのピックアップは、その、付与されますよっていう、ちゃんと付くようになったんですけど、何の話なんで、そのブーストのギリギリのお店を注文したお客さんって、要はそんな知らないわけじゃないですか。で、ほんとギリギリブースト入ってないんですよ。で、そこはみんな全然取んないんですよ。だから、その、みんな拒否しまくってるから、もう30件ぐらい、30回ぐらいなってるんですね、今みたいな感じで。で、そんなんその不平等じゃないですか、お客さんからしてる。ギリギリそのブースト入ってないところにたまたま注文したら全然商品来ないみたいな話で、でそれってその隣は400円プラスで、そこは400円プラスじゃないみたいな、こういうなんかこう不平等ななんか感じになってて、そうすぐ実装すればいいんですよ、そんな。あ、これあれだわ。ブーストなくなったわ。あー、なるほどね。うわー。まあいいや、もう。しょうがない。とりあえず。とりあえず。電車乗るのもめんどくさいから。自転車行くわ。もうあれなんなくなったな、逆に。
逆にどういうことこれ、拒否しまくってたら一定期間干しますとかそういうことかな。まあいいやもん。とりあえずあれえ、あやべ、16時か。一番たこ焼き、でこれ350円、6個350円からあるけど、これやばいな。で350円でドリンク無料だから、まあでもさすがに300円はちょっと申し訳ないわ。そんなちょっとネギなんだっけ、800、820円だったんだけど、さすがにね、まあどうしよう。たらなったわ。とりあえず行こうもん。そんなこと言ったらなったわ。じゃあ予定の車に。まあもうね、あれだわ。そんな選ぶ立場にない。なったらやるしかない。とりあえず。しかも2万頑張るわ。とりあえず
まあまだ D 館の方が15日締めだから、今やっても確かにそんなにあれだから、ウーバーの人はいたわ。いや、まあ、とりあえず3馬力なんか、まあ1で全然十分だわ。3にする必要ないわ。やっぱ時間に追われないのがやっぱいいですね。やっぱり。やっぱその、なんだろう、その、遊びに、その、そういう数字とかって、あれなんですよね。その、遊びじゃない、その数字って、要はそういう社会の上のツール、まあインドかどっかで発明されたツールで、でそれはその社会がよくそのなんていうんですか、そのフェアに取引されるために、まあ、使われた、作られた、その、やつなんですよね、多分。で、
自然ではそういう数字って要は存在しないんですよ多分。そうだからその自然のその状況下でその数字って全くなんていうんですかね、意味をなさないわけじゃないんですけど、そうだからその 社会の上でその数字ってあれなんですよ、その使われるで遊びとかそういう楽しむみたいなのってその自然のそのあり方っていうか、そのなんていうんですかね、まあそうです、そこをその混同しちゃうと結局なんていうんですか、そのしわ寄せが出てきちゃうんですよ多分。遊びだからその、うん、やっぱ競技とかそういうのになんとなくこう違和感とか、なんか全くその興味がないというか、やりたくないっていうふうに思ったのって、うん、そういうあの考えてみるとそういうことなんじゃないかなと思って、うん、で、その要はその仕事とかそのビジネス的なのだとそういうのってその社会の上でそれが成立されてるから、そういう数字がその、をその追求するっていうのが、要はその、なんていうか、要はその、経済的にも、その行動、合理的にも、絶対必要みたいな話なんですよね。で遊びは、そういう、合理的かどうかみたいな話がないんですよ、うん、無駄じゃないですか、言ったら。そう言ったら無駄だから、そういう、違うんですよ。混同しちゃうと、混同するとその普通にそのもちろんそれ混同しても全然普通にできるんだけど、長期的にそのだから幸せが節々に、幸せが来るんじゃないかとか、そう考えても、割と濃厚で、あ、そうだわ、そう考えても、結局そういうことだわ。あの広島東洋カープの16番のあの UFO 投稿する新人王に輝いたカープの